今回はロシア連邦の T-80UM にチョールヌイ・オリョール、またの名をブラックイーグルについて解説していくよ。T-80UM には、シベリアのオムスク輸送機械工場設計局がロシア陸軍の要請で、T-80U 戦車をベースとして1990年代初めから開発を進めていた新型主力戦車だよ。ソ連時代には、ウクライナのハリコフに位置するモロゾフ設計局及びマールイシェフ記念工場が T-80 などの戦車の開発生産に大きく貢献していたが、ソビエト連邦の崩壊によりウクライナが独立すると、ロシアでは早急に高性能の新型戦車を自国で開発する必要に迫られることとなり、これらウクライナに位置する工場設計局から、オムスク輸送機械工場 OTM に引き継がれる形で本車両の開発が構想され、ロシア陸軍は自軍の主力 MBT である T-72T-80 戦車シリーズが、ドイツのレオパルト2戦車やアメリカの M1 エイブラムズ戦車などの西側の最新鋭主力戦車に比べて明らかに力不足であることを認識しており、この現状を打開すべく1990年代初めに強力な新型 MBT を開発することを計画したよ。そして OTM 設計局と虹にたぎるのウラル貨車工場 UVZ 設計局の双方に対して、当時の最新鋭主力戦車である T-80U 戦車をベースに、西側の最新鋭主力戦車を圧倒する性能を持つ新型 MBT の開発を要求したよ。この新型 MBT は OTM 設計局のものにはオブジェクト640、UVZ 設計局のものにはオブジェクト195の試作名称が与えられ、共作という形で開発が進められることになったよ。そして、OTM 設計局のオブジェクト640は、1997年9月にオムスクで開催された兵器展示会で走行可能なモックアップ車が公開されたよ。ちなみに、OTM 設計局は本社にチョールヌイ・オリョール黒いワシという愛称をつけており、以降この名称で呼ばれることが多くなったよ。まあ、そりゃブラックイーグルの方がかっこいいし、実際に海外のサイトを見回っても T-80UM2 というよりも、こっちの方で呼ばれてるしね。チョールヌイ・オリョール戦車のモックアップ車は、T-80U 戦車の車体をそのまま用いて砲塔後部を延長し、ここを自動装填装置と弾薬を収めるバスルとしたのに加え、砲塔上部に M1A2 戦車が採用した CITV 車徴用独立熱線映像装置と同様のものと思われる視察機材を備えていたよ。この CITV は主に夜間戦闘において効果を発揮する装備であり、M1 に搭載されているものは、赤外線カメラを内蔵しており、左右に回転することができるよ。続いて1999年6月にシベリアで開催された兵器展示会で、チョールヌイ・オリョール戦車の本格的な試作車が披露され、この試作車は、T-80U 戦車の主砲である 125mm 滑降砲よりも大口径の滑降砲を装備し、砲塔前半部にカークプスと呼ばれる特殊ブロック装甲がびっしり装着されていたよ。ちなみに搭載された砲は一部では 140mm 砲ではないかとの記載もあるよ。また、このカークプスは爆発反応装甲の一種であり、従来の爆発反応装甲は APFSDS のような運動エネルギー弾頭に対してはほとんど効果がないとされていたものの、カークプスはこれら運動エネルギー弾に対しても効果を発揮するというのが大きな特徴となっているよ。さらに、T-72 戦車に装着された場合、実質的に M1 エイブラムスの M256-120mm 砲から発射される M829APFSDS に対して完全な防御力を持つとのアメリカ陸軍による試験結果も実際にあるために、その性能は軽視するようなものではないと言えるよ。また T-80U 戦車に比べて車体が延長されており、天輪数も1個増えて片側7個となっていたよ。このような数々の特徴を備えていたチョールヌイ・オリョール戦車だが、搭載するガスタービンエンジンの燃費効率の悪さが問題視されたことや、ロシア政府の財政難等の理由で2001年に開発が中止されることになったよ。これに対して開発元である OTM は不服を申し立てたが、経営悪化により2002年に倒産してしまい、一方、UVZ 設計局が開発を進めたオブジェクト195の方も、2010年に開発中止が決定しロシア陸軍に採用されずに終わったよ。チョールヌイ・オリョール戦車の主砲は、1997年9月に公開されたモックアップ車では T-80U 戦車と同じ51口径 125mm 滑降砲に A46M1 を装備していたが、続いて1999年6月に公開された本格的な試作車では、新たに開発された 140mm 滑降砲に主砲を換装していたよ。
この140mm 滑降砲は APFSDS 双弾頭付き翼安定鉄鋼弾を用いた場合、射距離 2000m で 700mm 圧の RHA 均質圧延装甲板を貫徹可能とされており、レオパルト 2A5 戦車や MHA2 戦車の飛砲である、ドイツのラインメタル社製の44口径 120mm 滑降砲 RH120 と遜色ない耐装甲性能を持つとロシア兵器輸出鋼弾は説明していたそうだよ。また、チョールヌイ・オヨール戦車の飛砲にはアイネット自動進管調整装置が装備されており、榴弾を敵戦車上部の最適位置で爆発させることができるようになっていたよ。これは、比較的防御力が低い戦車の天板を貫徹し、乗員に対して被害を与えたり、その他のモジュールに対してダメージを負わせるためだよ。その他にもチョールヌイ・オヨール戦車の特徴の一つとして、従来のロシア製 MBT と異なり砲塔後部に巨大なバスルが設けられていたことが挙げられるよ。従来の T72T80 戦車シリーズに採用されていたカセとか自動装填システムは、砲塔バスケットの下部に円形に並べられた砲弾と装薬を装弾アームで拾い上げる構造になっていたが、このカセとかシステムは車体に敵弾が命中した際に弾薬が誘爆を起こす危険性が高かったよ。また、カセとかシステムが誘爆を起こした際には爆風で砲塔が吹き飛んでしまうことが多く、T72T80 戦車シリーズは西側 MBT に比べて乗員の死亡率が高かったよ。一方、チョールヌイ・オヨール戦車の場合は砲塔後部のバスルに砲弾と装薬を収納し、バスル内に収納されている弾薬から選択された弾種を選んで装填トレイに搭載し、装填トレイが前進してラマーで弾薬を飛砲の砲尾に押し込むようになっていたよ。さらに、バスルー圧らには敵弾が命中してバスル内部の弾薬が誘爆した際に、自動的に吹き飛んで爆風を外に逃がすブローオフパネルが装着されており、乗員の生産性向上が図られていたよ。これらの特性は西側戦車の特徴と酷似しており、従来のソ連ロシア戦車と比較してかなり大きな違いとなっているよ。チョールヌイ・オヨール戦車が採用した新しい自動装填システムは、日本の90式10式戦車やフランスのルクレール戦車が採用している自動装填システムと同様のもので、カセとかシステムに比べて乗員の安全性が高いというメリットがあるよ。副武装については、従来のロシア製 MBT と同じく飛砲と同軸に 7.62mm 機関銃、砲塔圧ら 22.7mm 銃機関銃を各1艇ずつ装備する予定で、12.7mm 銃機関銃については従来用いられていた NSVT ではなく、新開発の KORD に換装される予定であったと言われるよ。さらに、FCS 射撃統制システムについても T80 優先車より強化されており、熱線暗視装置、TVEDS 気流センサー、GPS 後方装置、デジタル通信機器が新たに装備されていたよ。チョールヌイ・オヨール戦車の車体と砲塔はともに圧延防弾鋼板の全溶接構造となっており、車体前面と砲塔の前半部には複合装甲が導入されていたよ。さらに車体前面とサイドスカートの前半部には、ヒート弾や対戦車ミサイル等の CE 化学エネルギー弾対策として、コンタクト後と呼ばれる爆発反応装甲が装着されていたよ。砲塔前部には前述したカークプスと呼ばれる特殊なブロック装甲がびっしりと装着されており、カークプスは爆発反応装甲と複合装甲を組み合わせた新しいタイプの特殊装甲で、鉄鋼弾などの運動エネルギー弾と CE 弾の双方に対して高い防御力を発揮するよ。チョールヌイ・オヨール戦車の具体的な装甲防御力は不明であるが、ベースとなった T80 優先車を大きく上回り、西側の最新 AMBT に匹敵する装甲防御力を実現したと言われているよ。本車は装甲強化に加えて、車体と砲塔の表面に RPZ86M 対レーダー光圏部を施しており、敵のレーダーに対するステルス性を向上させていたよ。また新たにプマン自動火災消火システムが装備され、乗員の安全性向上が図られていたよ。さらに、KBP 制御システム開発設計局が開発したドロズドニと呼ばれるアクティブ防御システムも標準装備し、これは、対戦車ミサイル等に対して迎撃用敵弾を発射して破壊するシステムで、本車は砲塔の左右側面に各6機ずつの敵弾発射機を装備していたよ。敵弾発射機は、戦車前面の水平方向約120度の範囲をカバーするようになっていたよ。オプションとしてより高性能なアレーナアクティブ防御システムも装備できるようになっており、アレーナ APS はコロムナ機械製造設計局が開発したもので、合計26機の敵弾発射機で戦車の外周を300度以上の範囲でカバーするものだよ。
チョールヌイオリョール戦車のエンジンは、試作車では T80UM1 と同じ GTD1250G ガスタービンエンジン出力1250馬力が搭載されていたが、生産型ではクリーモフ設計局が新たに開発した GTD1400 ガスタービンエンジン出力1400馬力を採用する予定だったよ。3型のパワーパックはこの GTD1400 エンジンと、デジタル制御された自動変速機を組み合わせて搭載することになっており、本車は路上最大速度80キロの機動性能を発揮する予定だったよ。チョールヌイオリョール戦車の車体は T80U 戦車よりも延長されており、このため天輪数が片側6個から7個に増加し、足回りは片側7個の天輪、片側4個の上部支持輪、後部に配された機動輪、前部に配された誘導輪で構成されていたよ。また、サスペンションについては、T80U 戦車と同じく一般的なトーションバー4尻棒方式が採用されていたよ。今回の動画はいかがだったかな？高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter、ホームページの確認もしていただけると幸いです。詳しくは概要欄まで。それでは、また今度。